物差しトンボは、物差しトンボか物差しトンボ属に分類されるトンボの一種。本種が別属の種として扱われる場合がある。中国、朝鮮半島、日本に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に広く分布する。小笠原諸島と南西諸島での生息は確認されていない。成虫は中型で、糸ト,トンボア目の中では大きい。 秋に出現する個体は小さい。禁煙種の大物差しトンボと形態が酷似する。腹部に物差しのような等間隔の感情紋があり、和名の由来となっている。後頭部に青白い半紋があり、腹眼は左右に離れていて腹眼の内側に波状の半紋がある。軍配トンボに見るが頭に後頭状がない。前肢と後肢は同じ形で同じ大きさ。羽に 黄色と黒の反紋があり、若い個体の反紋は赤色。全長39から50ミリメートル、腹長31から40ミリメートル、甲子長18から26ミリメートル。成熟すると反紋が水色となる。中、足と後ろ足の形節は白くやや広がるが、軍配トンボほどは軍配状にはならない。腹部第9節、10節が青白い。 大物刺しトンボのように反面が黒化した個体も時々見られる。全長38から5 1ト、mm、ル、腹長31から4 1ト、mm、ル、甲子長19から2 6ト、mm、ル。黄緑色と水色の個体がいる。全長は約2 7ト、mm、ル。この葉の3枚のオエラは、長大な柳葉状で、長さは腹長とほぼ同じ。下唇は、スプーン系。 池のほとりの薄暗い茂みで連結したまま静止する。ペア平地から丘陵地にかけて分布する。河川の中流域の樹林に囲まれた池、沼や湿地でよく見られ、岸辺が暗い環境を好む。成熟したオスは縄張りを持ち水辺の植物に羽を閉じて静止し、時々周囲を飛翔してメスを探す。他のオスが近づくと追い払う。メスを見つけたオスは連結し、植物に止まって、 移り性と交尾を行う。交尾は午前中に行われることが多い。交尾後連結体のまま水面付近の植物に散乱したり、メス単独で散乱したりする。ヤゴは捕獲されると足を縮め、有事型に体を曲げて死んだふりをする。生物科学的酸素要求量が10から20の汚れた止水の水質環境に生育する。緑が、 池の周囲の臨床のシダ植物に生死する若い、オス卵期間は1から2週間程度、幼虫期間は4ヶ月マイナス1年程度、幼虫で越冬する。成虫の主な出現期間は5月末マイナス9月、4月や10から11月に見られることもある。群馬イトンボの中、足と後ろ足の形節は、物差しトンボより、群梅上に幅が大きく広がる。 日本産のモノサシトンボ科の種の DNA 解析による文化系統図を以下に示す。DNA 解析では、モノサシトンボと大モノサシトンボとには明瞭な差異はない。新潟県でモノサシトンボと大モノサシトンボで主観雑誌が確認されている。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。個体数は安定傾向にある。日本では以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。関東地方で個体数が減少している地域がある。大物刺しトンボは環境省で絶滅危惧一 B 類、宮城県絶滅危惧 i 類絶滅危惧 I 類、新潟県絶,県絶滅危惧 I 類、栃木県絶滅危惧 I 類となっており、新潟県では商品の池を除いて絶滅した。ありがとうございます。